ちゃくちゃ斜め向いてるけど。あれ？おはようございます。おはようございます。キャリーの運転が下手くそすぎて。最初のまんまで良かったけど。あんま変わってないっすよ、ね。うん。ございます。大会最終日だね。はい、ありがとうございます。おはようございます。いや最後まで残れてよかった。お、今日ニュー靴。はい、もう今同じモデルですけど、うん、もう汚くなってきたんで。いいですね。3ヶ月、全米の最終戦のためにスタンドバッグを持ってこいっていう命令があったんで。ああ、そっか。楽しようとしてますね。出るんだね、はい、組み合わせ出てたね。はい、うん、大月さんと石坂と。おお、あの真ん中すごいすごい人たちと一緒じゃないですか。はい、楽しみでございます。はい、もう出れるように祈ってます。はい、頑張ります。うん、出ちゃいます。全米オープン出ちゃいましょう。出ちゃいます。うん、昨日同じ事務所の幡地と一緒でして。幡地さん同じだったんですか。うん、飛んでました。半端ない。あれバキモンだもんな。半端ない。楽しませていただきました。あれはすごいっすよね。うん、俺が飛ばすんですか。 OK、 じゃあ今日もグッドラックス。グッドラックス。はい、おはようございます。どうですか、このアマチュアの人と一緒に回るトーナメント。ね、面白いよね。なんかあのペブルビーチとか、どこでしたっけ、ニュージーランドオープン、うん、とかみたいにあのアマチュアと回って、まあ、普段プロと話さないことでも結構話すんで、うん、まあ、アドバイスとかじゃなくて、なんかそれこそ YouTube 始めたねとか、うん、言ってもらうと嬉しいよね。うん、とかアマチュアの人ってまず何見るんですかみたいな話から、うん、で結構 YouTube って僕たちが思ってて、うん、プロ同士ではあこの企画絶対面白いのって、うん、いうような企画とかでも、うん、アマチュアの人からしたら、うん、あまりピンとこなかったり、あのなんかアマチュアとのちょっとギャップがあるんですよね。わかる。 YouTube でだから、うん、自分たちがもっと伝えたい内容ではあるけど、うん、それだとまあ変な話再生はあんま伸びなかったりとか、うん、まあ、そのギャップはありますので、結構そういう話とかしてるとあっという間の18ホールですね。うん、楽しいです。まあでも意外とね、うちのチャンネルでもそういうのあるけど、少しずつやっぱりこうアマチュアの方の意識とかレベルも上がってきて、こうなんか、まあ、アマチュアの方もだからその対決が好きなのか、レッスンが好きなのか、クラブセッティングが好きなのか、うん、まあコメディ系が好きなのかとか、うん、まあその辺もね、だから定期的にね、なんていうか、その3つのね、ジャンルをね、交互に交互に回すような感じでやると、まあ、そうね、かもしれないですね。いろいろやんないとね。いや、まあでも、あの横田慎一チャンネルはもう大先輩なんで。いやいやいや。もう一回も休んでね。勉強させていただきます。またいつもいろんなね、ゴルフの YouTube のやつをね、うん、見て勉強してね、うん、あ、どんな感じだったら伸びるのかなとか、勉強させてください。いや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 。またコラボお願いします。お願いします。お願いします。ぜひぜひ。ありがとうございます。じゃあ今日もグッドラックです。はい。最終日頑張りましょう。頑張ります。ありがとうございます。昨日一昨日の天気とは打って変わって太陽が差し込んでいる取手国際ゴルフクラブでございます。さあ練習グリーンの様子です。アメちゃんおはよう。おはようございます。今日すごい組み合わせだね。いやちょっと昨日は寝れませんでした。嘘つけ。今の嘘だよ。嘘。いや寝れないよね。本当に寝れなかった。ちょっと興奮して。楽しみの寝れなさ、それとも怖くてですか。いやちょっと怖くて。嘘お前失礼だ。羨ましいな。でも本当楽しみです今日は。うん、いいな。まあ、こういう俺とじゃないでしょ、両方でしょ。いやいや楽しみです。面白いです。面白いです。ゴルフ以外に何かやってたの。僕小学校野球やってて、うん、ちょっと小学校途中で目が見ちゃった。挫折した。野球に、はい、ちょっと向いてないなと思って感じました。でも正しい判断良かったね。うん、それも必要だよ。はい、ね、俺は子供の頃さ、ゴルフっていう選択肢がなかったもんね。田舎にあんまりゴルフっていうプロゴルファーっていう選択しかなかったね。俺もな、野球やらずにプロゴルファーって。いやいやいや、何を言ってるんですか。ねえ、ゴールデングラブ賞も取ってね。はい。じゃあめちゃくちゃファンなんで。はい。ちょっとね、こっそりサインもらいたいと思います。
ます。いいと思います。はい、太ももに。ね、まあ今日は素敵な組み合わせなんで楽しんでください。グッドラックです。乗ります。楽しかったトーナメントも今日で最終日でございます。グッドフェイズ。です。今日は一番稼いだ時はスライスだったから。じゃあそこでスライス。水さんおはようございます。はい、もう帰り自宅してます。はいはいはい、はい、来たばっかですけど。はい、荷物まとめてます。今日は最終組。はい、そうですね。最終組インコースのね。インコースインコースの。はい。はい、いきます。はい、グッドラックです。競艇ボートレースでいうと、はい、準決勝3レース終わった後の12レースみたいな感じですね。ああ、はい、記者特選みたいな。もう一般レース。一般レースですか、はい、一般レース。いやいや、そんなこと。けど頑張ってきます。1個でも縮めてきます。はい、はい、縮めてきますって言っちゃった。増えちゃったらどうしよう。いやいや、はい、グッドラックです。ありがとうございます。はい、いきます。はい、寿司石垣チャンネルもよろしくお願いします。あ、はい、やってるみたいです。絶対使ってくださいよ。これ使います、使います、ちゃんと使います。寿司石垣チャンネルよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。なんかしろと、まだ。いやいや、どうせ編集するんでしょ。いやいやいや、カットしませんよ。はい、絶対するわ。しませんよ。お願いします。はい、お願いします。お疲れ様でした。おはようございます。おはようございます。すいません、もう連日申し訳ないです。楽しかったトーナメントももうついに、はい、あっという間に最終日を迎えてしまいました。いや、もう本当に寂しいですね。え、男子トーナメントが早くこう、うん、お客さんを入れてギャラリーの人たちに見てもらいたいですね。そうですね。こんな楽しい楽園ないですよ。はい、ですがね、今回本当にあのアマチュアの方と一緒に回れて、一番ねいいところでね、あのプロのプレーも見てもらえるっていうのがなんかこちらからしても新鮮で、いや、このローピングの中で試合を見るっていうよりも、はい、まあ、一緒にね、もう間近じゃないですか、はい、だからキャディーさんの感覚とか気持ちとかを一緒に自分をプレーしながら体験できるところないですよ、はい、いや、だから怒ってる選手もいるじゃないですか。まあまあね、真剣にやってますから。です、外国人選手でもこう外したら、はい、わーってこう、はい、感情あらわにしてるのを間近で見てビクッてしてるって方たちもいらっしゃいますから、はい、それは、うん、それですごい楽しいですよ。臨場感ってやつですね。臨場感です、はい、いや、もうリアル 3D が目の前ですから、はい、僕来年、はい、ちょっとペア戦で、はい、ペア戦で出ようかなって一回。いいですね、はい、一回チャレンジさせてください、はい、パートナー決まってるんですか。パートナーはなんかちょっとあのアイドルの女の子とか。まあでもね、マリンちゃんとか。マリンちゃんといい。マリンちゃんちょっとうますぎなんで。そうすると僕のボールチョイスって、僕のスコアチョイスされたくなってちょっと僕よりもちょっと下手くそ。いやいや、じゃないと本戦出れないですから。いや出たら喋れないんで。あ、そっかそっか。でもこういうトーナメント増えてほしいですね。増えてほしいですよ、うん、だからなんか本当は出て、うん、横新さんとかと一緒の真剣な場で一回こうラウンドしてみたいなというふうに思いますけどね。なるほど、それもまたもうド真剣な黒田カントリークラブ、また新鮮でいいですね。いや、そうですよ、僕の真剣メガネ取っちゃいますから。メガネ取るとこなかなかない、はい、すみません、もう来年が楽しみです。はい、ぜひ皆さんもね、はい、ご参加ください。ナイスカントリー、はい、ありがとうございます。おはようございます。アイアンプリンス土曜日から朝日のキャディに転校予選落ちで、ちょっとね、はい、3試合連続最終日、最終日のちょっとゴルフをちょっと勉強させていただきます。いいですね、
朝地ね、調子いいよね。はい、もうショットか、肩入れば、ね、すぐ優勝だと思います。ね。はい、じゃあ、まあ、しっかり間近で見てきてください。はい、ありがとうございます。グッドラックです。ありがとうございます。いやいや。はい、トーナメントが終わり、このように普通にお会計をして帰ります。同じスコアと会計と。はい。ね、いいスコアでもあれば、はい、会計もね、はいはいって感じなんですけどね。苦しい。一番過酷な最後のお会計でございます。お疲れ様でした。カメちゃんもちょっといい？1000円ということで。カメちゃん今日1日りょうくんと谷重さんと回って、はい、どうでした？いやもう緊張しっぱなしでしたね、朝から。私3パットスタート。もう一人のアマチュアの方もだいぶ緊張されてたんじゃないですか。渡辺さんって方なんですけど、緊張されてたんですけど、うん、でもなんかやっぱすごい、うん、あの気さくに話しかけてくれて、うん、途中からやって自分のペースで回れました。あ、本当ですか。はい、まあ今日ね急に緊張からの3パット。緊張からの3パット。あーみたいな。朝一、りょうくん右の林から直ドラでしょ。いやあれめちゃくちゃかっこよかった。それえっと思った。横田慎一の得意技なんだよね一応。マジっすか。うん、横田さんの YouTube いっぱい見てますね。見てくれてるのかな。嬉しいな。だとしたらありがとうございます。じゃあまた次回も頑張りましょう。頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした、横田君。まあ、決勝ラウンドしょぼかったです。もう、やっぱり実力出ちゃうんですよ、やっぱり。うん。やっぱりね、力のない証拠ですよ。2日間しか頑張れないっていうのはね。まあ、どうでしょう、今後の課題っていうものは見えてきたんでしょうか。そうですね、はい、やっぱりこう今日なんかもね、やっぱ右向いてたでしょ。向いてましたね、うん、はい、やっぱね、もう付け焼き刃的なあれになっちゃうとダメですね、うん、だからちょっと、まあ、練習もね、右向かないでちゃんと左向いてちゃんと打てるように、うん、それはちょっと決定的にやっていかなきゃなと思うんだけど、ちょっとね朝ねスライスを打つやつちょっとトライしたんだけど、やっぱりね本番でできなかったですね、うん、こうちょっとね僕の絶好調な2005年は全部こうスライスだったんですよ、はい、でもねその練習場でそのスライスが打てたんですよ、うん、その時と同じようなスライスがね。だからこれねちょっと遊びというか普段のプライベートでそれやってみて、はい、どのぐらい使えるかっていうのをちょっと試して、うん、ちょっとねこれは本当に、どこまでね、うん、その試せるかっていうのはちょっとすごく楽しみになってきたし、うん、はい、あともしかしたら、はい、富士山系のマンデーね出れるかもわかんないんで、はい、ちょっとねマンデーやるかどうかまだわかんないんだけど、うん、あのちょっとね、はい、自分の家の近くですし、うん、マンデー通ってね、はい、富士山系でちょっと活躍したいと思います。はい、じゃあさらっと今日一日おさらいしていきたいんですけども、はい、まず、まあ、10番ホール、うんうん、右のラフでしたっけ、ティーショット、センターフェアウェイでしたっけ、左のファーストカット、あ、そうか、左のファーストカット、うん、でそこから、うん、まあ、右ペラにセカンド、はい、そうですね、まあアプローチがでかくてね、でかくてバーディー一人だけ取れなかった感じ。そうですね、はい、2日間バーディー取れてたホールだったんで、そうね、だからもう、はい、ああいうのもね、はい、甘いんだよねスイングが、うん、もうあのスライスがペラペラってなっちゃうやつがダメよ。あれね、ちゃんと自分がちゃんとダウンスイングで、こういうね、こういう切り返しになると絶対なっちゃう、うん、ちゃんといい時はこういう感じで入ってくるんだけど、これがこういう風に切り返しちゃうんだよね、うん、ドアスイングっていうのかな、はい、だからあれがね、ちょっと朝こうスライスを打っ
ってたのがちょっと裏目に出たかなというイメージもあるんですわ、ちょっと、うんうん、ちょっとね、スライスをこういう感じで打つから、うん、ちょっと表現、ちょっと正面からはあれなんだけど、ちょっとやっぱり初日、2日、3日目までやってたこう、うん、丁寧なスライスっていうのかな、うん、まあまあちょっと丁寧なスライスバージョンでいけばよかったかなと思ったんだけど、うん、まあちょっと今日はこう賭けをやってみた。ああいう朝練習してよかったこともあるのよ、うん、トーナメントでね。やっぱり、うん、そういう、まあ、ちょっと今日はね朝から、うん、まあせっかくこう試合で試せる場所なんで、うん、まあ、試合で試すなんていう生意気なことやっちゃいけないんだけど、うん、だけどちょっとやりたかったんで、うん、あ、やりました。なるほど、うん、疲れもありましたか？疲れね、やっぱりスコアとともに、うん、だんだん上位から離されていくに従って疲れは、うん、スコア性のね疲れというか、まあやっぱりね、うん、こう打っても打ってもこうパンチ打たれちゃうボクサーみたいな感じで、うん、ボディブローがだんだん効いてくるんですよね、うん、やっぱりね、言ったって頑張ってずっとやってますんで、試合中はね、誰だって、うん、だからね、そこでやっぱりね、いいスコアな結びついていかないとね、やっぱりこうボディブローが効いてくるんですよね、うん、まあ、今日惜しいパットもたくさんありましたけども、はい、今日はただ本当にこう、うん、課題が見つかったっていうのが一番でかいですね。でちょっと、うん、次の大会まで結構時間があるんで、はい、僕なりのねこう、まあ、トレーニングをしていこうかなと思いますね、うん、ちょっと、うん、腕とかもだって細いからみんなに比べてね、うん、今時こんな華奢なプレイヤー谷口さんぐらいしかいないから、うん、谷口さんぐらいねセンスがあればいいんだけど、うん、もうちょっと本来の僕はもうちょっと腕も太かったし、うん、もうちょっとこうムチムチしてましたからね、うん、まあ、そうなるようにちょっと僕なりのトレーニングっていうのかな、あんまりこう、ね、今の選手みたいにこうウエイトダンベル持ったりとかってんじゃなくて、ちょっと、うん、うん、腕、片手で打ったりとかね、うん、ちょっと重いもの振ったりとか、うん、まあ、そういうようなこうあんまりぶっ壊れないようなね、うん、あのちょっと年寄り用っていうか、あんまりこうギャンブルしないトレーニングをしていきたいなと思います、はい、でやっぱね今日りょうくんセブンアンダーで、あ、最後ボギーっちゃったのかな、最後ボギーだから6アンダーだったのかな、うん、今日、はい、20アンダーでね、4位、多分4位に入ってると思うんだけど、うん、いやもう4位、もうちょっと不思議なね、うん、こういうシャルイングみたいにやってんなと思ったけど、うん、めちゃくちゃ良かったね、6位まで下がっちゃったのかな、僕が見てた18番、うん、はい、朝のスイングめちゃくちゃ良くなかった、はい、シャローイングが複雑じゃなかったですね。そうシンプルになってました。めちゃくちゃ、はい、なんかねこうイメージはこうやってシャローイングしてるけど、すごいオンプレーンでパンパーンっていってね、はい、あれりょうくんやるような気がする、後半、うん、後半戦ね、ね、なんか出来上がった感じがしますね、うん、完成に近づいたというか、そう、はい、僕はやっぱりりょうくんいけそうな感じするわ、うん、ちょっとおしゃれな、だいぶおしゃれな球打ってたね。ね。パワフルになってたし。うん。ちょっと昔の子、やっぱりちょっとトップから切り返しで、うん。こう暴れてる感じがなくて、うん。暴れてるとか俺から言うの大変失礼だけど。だから、すごいりょうくん、良くなってるんで、皆さん、ね。要注目ですね。要注目です。はい。あとは、今週の思い出は二十歳だね。うん。味はすごいなぁ、うんうん、
あれも絶対皆さんコロナがね終わって生でゴルフ見れるようになったら絶対幡地見た方がいいですよ、うん、あの球はすごい、うん、もう下から突き刺さって上がっていくようなねロングアイアンじゃない、ね、そうですね、今のボールであんな球出るんだなと思いましたけどね、うん、と見ててほんと面白いですよね、うん、うん、球質が全く違うから、そう横田とね、まあいろんなね、手嶋さんも今日ワンオーバーで、うん、先生運んでくださいって言ってたって言ってましたちょうどね、うん、あの専属のトーナメントには武者さんが来てますからね、たまにね、はい、もう若手からね、片山慎吾も頑張ってましたね、頑張ってましたね、だけどもう引退だわっつってロッカー上がってきてたね、うん、アンダーパーアンダーパーだけど、まあまあまあ今回はねスコアの伸ばし合いの大会でしたからね、うん、はい、横さんもよく疲れた、はい、戦い抜きました、うん、はい、でもこう今打率にはあのあれですね、3打席立って2回ちゃんと予選通過しております、めちゃくちゃボンダだけどね、はい、まあまあまあでも出塁することが大事ですから、はい、ちょっと今度はねちゃんと得点になるような、はい、あとね繋がるようなボールをしたいですね、半分より上目指したいですね、そうなの、やっぱりね20位ぐらい入ると、はい、自分の中でもあいいゴルフしたなと思えるんで、うん、まあ、そういうゴルフできるようになると今度 QT 通るんでね、うん、まあ、今のままでは QT も通らないなと思うんで、はい、やっぱり20位以内入れるようなゴルフにでもね なるかもしれないなという、はい、ちょっと感触できてきたんで、はい、アプローチもねだいぶ良くなってきたんで、はい、ちょっと僕のアプローチプス気味のもねこう治ってくると、うん、皆さんにもねこう紹介できるんじゃないかなと、うんうん、アプローチがダフったりする人にね、はい、対してこうやっぱねこう苦労して遠回りした方が、うん、選手として遠回りした方が皆さんにもねいいレッスンみたいなのを提供できるような気もするんで、はい、まあ、苦労をせつながら皆さん共にするというかちょっと言葉違うかも分かりませんが、はい、僕の苦労を皆さん少しでもこうエキスとして吸収していただければですね、はい、僕のチャンネルにも厚みが出るんじゃないかなと、まあね、中西直人じゃないけど、まあ、共に歩むっていうね、はい、感じですかね、そうですね、はい、ということで次のトーナメントです、次のトーナメント次、はい、決まりました、はい、昨日の夜推薦、もらえたということで電話いただきました。はい。はい、南秋田チャレンジでございます。はい。チャレンジ頑張ります。私の地元ですよ。ねえ。はい。ちょっと。ということはホームですよ。そうだね。はい。チャレンジも一発優勝すればね。そうです。シート取れますからね。はい。チャレンジランキング20位入ると。はい。いいんで、そっちもね、やっぱり上位入りは繋がりますんで。なくはないですから。はい。はい。ちょっとね。爆発的なスコアで出さなきゃいけないですからね、はい、最近の試合は辛いんですけど、そうですね、はい、ちょっとなんとかなと、まあ、3日間で14アンダーとかいっちゃう大会ですからね、はい、はい、まあ、頑張りましょう、はい、頑張ります、ということで今週も応援いただきましてありがとうございました、はい、はい、またね次回大会の様子このようにお伝えできればと思いますので、はい、楽しみにということで、はい、ゴルフパートナーのね、はい、こっちもアーカイブ残ってると思うんでぜひそちらの YouTube も見ていただければと思います、はい、はい、ということでまた明日から通常通りの YouTube に戻ります、はい、はい、ではまた次回もお楽しみに、はい、バイバイ、みーちゃんバイ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 